ザ・バイパールームはアメリカ合衆国カリフォルニア州ウェイストハリウッドのサンセットストリップにあるナイトクラブ。1993年の開業から2004年まで俳優ジョニー・デップが所有権の一部を持っていた。このクラブはハリウッドのエリートたちが顔を出すことで有名になっており、1993年ハロウィーンの日の朝に リバーフェニックスが薬物の過剰摂取が原因で死亡した場所でもある。ザ・バイパールームの所有関係は何度も変遷を経ているが、その間も一貫して、メタル、パンクロック、オルタナティブロックなど、様々なジャンルのホットな音楽が演奏される場であり続けている。バイパーとは、鎖蛇科の蛇、ないしは一般的に毒蛇を指す言葉であり、ザ・バイパールームは、毒蛇の部屋といった意味になる。 現在このクラブが存在する場所には、以前は、ザ・セントラルという店があったが、これは閉店してしまい、長年そこで演奏を続けていたチャック・イー・ワイスは、デップにこの店を、ザ・バイバールームと解消して復活させようと持ちかけた。この再開発の件には、トム・ウェイツも関わりを持っていた。リバー・フェニックスは死後遺体を空中散布したため墓が、なく、ファンは命日に、 この場所を弔問に訪れることが多い。開店の年に起こったリバーフェニックスの死にもかかわらず、このクラブはハリウッドで最も人気のある若い俳優やミュージシャンたちのたまり場であり続けている。常連客にはジェニファー・アニストン、リサマリー・プレスリー、ジャレット・レト、クリスティナ・アップル・ゲート、アンジェリーナ・ジョリー、ロザリオ・ドーソン、トビー・マグワイア、レオナルド・ディ・カプリオラがいる。 カウンティングクローズのリードシンガー、アダム・デュリッツはバンドが急に有名になったことから逃避するため、1994年の遅い時期から1995年初めにかけてザ・バイパールームでバーテンダーとして働いていた。ザ・バイパールームのオープニングの夜には、デップのリクエストでトム・ペティザ・ハートブレイカーズが演奏した。ザ・バイパールームはメタルや パンクロックのバンドもしばしば取り上げ続けている。ドゥームメタルのスーパーグループであるシュラインビルダーの米国初ライブは2009年にクラブマイウォーの一環としてこのクラブで行われた。1983年の映画バレーガールで当時まだザ・セントラルだったこの建物はニューウェーブのバンドブリムソウルズがフィーチャーされた場面で使用されていた。オリバー・ストーン監督の映画 ドアーズでは、かつてウェストハリウッドにあった、ロンドンフォグを描いた場面のロケーション撮影現場となった。ロンドンフォグは、ウィスキーやゴーゴーの隣にあったさほど知られていない、ナイトクラブであるが、1966年初め、初めてのレギュラー出演の機会を得たドアーズは、ここに4ヶ月間出演したのであった。2004年のドキュメンタリー、ディグ、では、 ブライアン・ジョーンズ・タウン・マサカーのメンバーが、ステージでの演奏中に、大喧嘩を始める場面が、ザ・バイパールームで撮影されている。2001年、共同所有者の一人であったアンソニー・フォックスが、失踪し、これに絡んで行われた、訴訟の結果、デップは2004年にザ・バイパールームの持ち分を手放した。2008年始めまで、このクラブは、ダリン・フェインステイン、ビー・バンクーニー、 ブラックホークキャピタルパートナーズ、インクによって所有されていた。現在、このクラブを所有しているのは、ハードロックカフェの共同創業者の一人、ピーター・モートンの息子で、ピンクタコの社長兼 CEO であるハリー・モートンと、ダリン・フェインステインである。モートンは、このきらびやかなサンセットストリップのクラブを、世界的に、フランチャイズ展開させ、世界中に、ザ・バイパールームの名を冠した。 ライブ演奏会場を開くことを計画しているとされる。以前はオハイオ州シンシナティにも同名のザ・バイパールームというナイトクラブがあった。このクラブはウェストハリウッドのザ・バイパールームから名称の使用中止を求められ2006年1月1日からザ・ポイズン・ルームと改称した。オレゴン州ポートランドにあるまた別のバイパールームも 名称の使用を中止しないと商標権侵害で訴えると通告されており、ダリン・フェインステインは、奴らの稼ぎは全部、俺たちの名前を使っている結果なんだと述べている。オーストラリアのブリスベンには、合法的な売春宿、ザ・バイパールームがある。この他にも、スウェーデンのストックホルムや、イギリスのハロゲート、オーストリアのウィーンにも、同様の名称のナイトクラブがあるという。 2009年2月まで、オーストラリアのメルボルンにも同名のナイトクラブがあったが、二度の銃撃事件を含む暴力沙汰が重なり、営業許可をめぐる不正や、共同所有者の一人の薬物関係による逮捕などもあって、閉店してしまった。2011年4月16日、ザ・バイパールームというナイトクラブが、オランダの内名編に開店した。このクラブは、ハリウッドのクラブから名付けられ、 本家と同じ様式で装飾されている。ありがとうございます。